はい、どうもこんばんは、山城と申します。えー、郵便いろいろ雑談動画、YouTube。今回は、えー、簡易、書き留め、郵便について、えー、見ていきたいと思います。えー、よく書き留めという言葉はですね、えー、聞くこと多いかなと思うんですが、えさすがに書き留めって言葉自体は聞いたことがないよっていう、 はななななかかなか少ないかなとは思うんですが意外とじゃあそもそも書き留めてなんなんやってあれですよなんかね印鑑をしてとかなんかサインフルネームでね書かなあかんかったりとかっていうねあのあれやんなってでご覧とあのねなんか不在表がね入っておってね郵便局に取りに行ったりねちょっと再配達の申し込みしたりして、えー、なんやなんやあの大変やなっていうでなんかバーコードがついとるなぐらいの、えー、イメージはあるかと思うんですがそもそも書き留めてなんなん のかって言うとですね。本来の書き留めの。えー 意義というのはここにもちらっと書いてあります。郵便物の保険代だと思ってもらったら、えー、いいかなと思います、えー。ここに書いておきました、えー。書き留めとは、万一郵便物が届かなかったり、壊れていた場合の、えー、賠償のサービスとなっております。えー、書き留めでない郵便物は誤配紛失、破損等があっても、えー、一切賠償されません。これは、えー、第一種、第二種とかの郵便 基本的には郵便の話でも、えー、してましたが、えー、郵便は基本的には一切そういった保険、賠償の制度がありません。えー、ほぼ唯一、えー、賠償のサービス対象となるのが、この書き留めを使って、 郵便のが、えー、対象になるんでで、ね、ですすねのレターパックもこれは賠償がありませんレターパックのところでも、えー、これは結構お話しさせてもらいましたが、えー、これはありません。えー、ですので、えー、なくなるのが中のものが怖いとどうか、えー、これはもう郵便局は、はいすます、えーはい、すみませんでしたっあんまりそんなね、えーいい、言い方するところとあれですけどね、申し訳ございませんと、もう本当に謝るしかできない。えー、ただ、もう保証はできないサービスなので、保証はできません。 で、終わってしまいますので、えー、これはちょっと気をつけていただきたいなと思います。えー、これですね、書き留めはただしい、えー、毎日その届かなかったりとか、壊れてた場合は、えー、その金額をですね、金銭とか、ブ、えーピン、する、えー、サービスがあります。で、書、えー、き留めというのはですね、えー、じゃ書き留め だけで結構いろんな種類があるんですが、えー、まず基本的な種類としては3種類、えー、今あるのですと3種類ありますよというので、えー、まず書き留め、えー、基本書き留めという場合は、えー、元来から昔から一般書き留めのことを指します。 一般書き留めというのがまず一つ目にありますでそれ以外に一般書き留めの他に現金書き留めと簡易書き留めというものがあります で、えー、それぞれの、えー、説明はですね、えー、お用意してきますけ。まあ、簡単に言うと、現金かけ止めというのは、えー、現金が送れるかけ止めです。えー、逆に言うと、現金が送れるサービスというのはこれしかありません、えー。郵送で送れる現金が送れるサービスというのはこれしかありません。レターパックとかでは、えー、これは送っても報酬がされませんよとかということではなく、送ってはいけませんという、えー、法律になっております。毎日送っているのか分かった場合は罰せられますよっていうふうになりますので、えー ここ、気をつけてください。あの、現金は、あくまで現金書き留めでのみを送,送ることができるというあの法律があるんですね。うん、で、会員書き留めは、えー、その名の通り会員的な書き留めです。一般書き留めの後からできてきたサービスなんですけど、まあ、えっ、ー、と、保証金額が5万円までのものが会員書き留めですよというふうなのがありますと。 いうことです。で、まあ、調査事項としては、えー、追跡があります。そうですね。えー、バーコードが付いてます。で、えー、跡、えー、でその印鑑をもらいますと。印鑑をもらったり、サインをフルネームで必ずもらったりしないといけませんよというサービスなんですね。で、えーで、先ほども申したように、ここが一番大きな特徴です。賠償があります。金額とかですね、細かいところはこの後、いよいよ話していきますが、賠償が、これは賠償ができるサービス。ここが一番大きな違いです。 で、えー、対面配達です。これはあの必ず受け箱とかですね、えー、基本的な宅配ボックスなどにも配達はしません。えー、対面で必ずお渡しをしますよというサービスです。で、えー、大口向けの割引制度とあるんですけど、まあ、これも、えー、確か300通以上とかですね、1回の差し出しで300通以上とか、いろいろとですね、あのあまり、あの 普段ですね、えー、一般の方が使う分にはあまり、えー、関係してこないところかなと思いますが、まあ一応そういう制度はありますよと。で、これはですね、えーと、特定記録とかでも散々言ってましたけど、ポストの差し出しは絶対にできません。えー、郵便局の窓口で必ず出してもらわないといけませんよっていうのが、えー、一番大きな特徴になります。で、えー、よいしょ。 ということで、えー、まず最初ですね、ちょっと、えっ、ー、と、一般書き留めがですね、あの、細かくいろいろ説明しないといけないことが多いんで、まず簡単に見れるところから、簡易書き留め、えー、説明していきます。これが一番シンプルで分かりやすいです。で、一番使われることも多いです。値段が安いんで、えぇ、ー、簡易書き留めというのがありますね。えー、料金は310円にプラス基本料金ですね、82円の、えー、82円の、えー 封筒ですね、第1種、えー、定携郵便で、えー、送る場合は、これは392円ですね、えー、で、えー、送ることができるサービスです。で、これも、ちょっとね、ちらっと話しましたけど、郵政が民営化した後にできてきた比較的新しいサービスになります。えー、で、えー、かけ止め自体はですね、えー、郵便という制度ができた、黎明期すぐのところから出てきているサービスなんですが、簡、え、易、ー、かけ止めはすごく後から出て 出てきたサービスでですとで、えー、賠償金額の上限が5万円です。えー、要は簡易かけ止めとか、一般かけ止めとかって、ね、言葉はね知っとるけど、いまいち何な,なのかなというの,のは、えー、これですねあの、あくまでもかけ止めが保険のサービスだというふうなことを念頭に入れておくとわかりやすいです、えー。これは上限が5万円です。で一般かけ止めの場合は,は500万円まで最大で保証がありますので、だいぶ差がありますね。ただまあね簡単 もののでででしたらです、ね、簡会に書き留めの方がね、断然お得ですので、えー、これで、えー、送ってもらったらいいと思います。で、えー、その会員なところですね、あの保証制度とですね、えー、プラスアルファしてですね、えー、追跡の履歴などが簡略化されます。えー、と、一般書き留めの場合は、えー、細かくですね、ここを経営しました、ここを経営しました、ここを経営しましたとかってで、で、こういうふうに受注しましたとかっていうのを全部データ取るんですけど、えー、そこがですね、えー、送りました日 はい、受け取りました。はい、発送かけました。はい、えー、配達する、配達局って言いますけど、配達局に、えー、ついてはい交付されましたよ、とかっていうような感じで、えー、データがですね、かなり簡略化され、で、えー、紹介されます。あの、紹介画面ですね、あのインターネットとかで追跡番号で入力して、えー、見てもらうと出てくる経由の何とかがすごく少なくなってますね。まあ、ただ取れたかどうかはもちゃんとわかりますんで、うん。えー まあ、えー、そんな、えー、多分普通に見とる分にはそんなにしょうないと思うんですが、ちょっとね、えー、マニアックな方が見とると、あ、ここの経由値が簡略化されてるとかですね、えー、いうのが、えー、わかるのかなぁと思います。で えー、口述する書き留め類の特殊取り扱いを付加できない。えー、これがですね、えー、書き留めの説明する、一般書き留め説明するのにややこしいんですけど、書き留め、一般書き留めの中にいろんなまだ特殊な取り扱いが出てくるんですよ。<laughs> で、えー、それらは会員、えー、書き留めにはできません。会、え、員、ー、書き留めあくまでもこの制度、えー、だけですよっていうサービスですんで、えー でので、例えば5万円未内のものでも、他にですね、書き留めにつけるサービス、後からまた説明しますけど、いろいろつけたいなという場合は、ごめんなさい、会員会と書き留めではできませんので、一般書き留めで,で5万円以内の保証金額のものでも、すみませんが、そうやって出してくださいねってなりますので、そこがご注意が必要です。で、宛名に赤字で、 簡易書き留めと明記する必要があります。これ気をつけないといけないのが、簡易書き留め出すのに、書き留めって書いてあると、えー、これは NG になります。先ほど前の画面でもお話ししましたが、あくまでも書き留めというのは、基本的には一般書き留めのことだけを言いますので、簡易書き留めの料金でですね、書き留めて言出すと、まあ、郵便局のね、あの、差し出しする時点で、うん。 あすみません。あの、書き留めですと、あの、一般書き留めの方の高い料金がかかってしまいますので、えー、簡易と必ず付けてくださいねって、どうしますかとかってね、聞かれると思うんですが、えー、そういった感じでですね、必ずこれ簡易書き留め出す場合は、簡易で付けないといけませんよっていうのは覚えておいてもらうといいかなと思います。